スーパーダンピングビデオシリーズ。どうもこんばんは。ヘルダンプ総帥サタン鈴木です。アメーバー伊沢です。我々は今ヘル博士からお呼び出しをいただき、今こうしてここ茨城県守谷市にあるスタジオオズへとやってまいりました。このスタジオオズでヘル博士なんとアルバイトをしているらしいので、ヘル博士に会いに行って我々を呼び出した真意を確かめてみましょう。それではレッツ、日々ゴー。いらっしゃいませ。ヘル博士です。今日はね、大事な話なんだよ。大事な話とは？野村君が辞めちゃったよね。野村君？ああ、インベーダー、ね、インベーダーを捨てたよね。インベーダーを何ですか？インベーダーの名を捨てたよね。インベーダーの名を、はい、今捨てましたね、はい。で、ヘルダンプこれからどうすんの？いや、新しいベーシストを加えて、バンド活動頑張りたいなと思ってますけど。で、誰か目星しいのいんの？いや、それはなんか、まあ他人任せとはあれなんですけど、博士なんか知ってる人誰かいねえかなと思って、そういう話かなとなんとなく察して今日来たんですけど。まあそういう話なんだけど、まあ、まあ、君たちで誰かいるんだったらそれでもいいし、いないんだったら、まあ、正直我々あまり友達がいないので、うん、まあそうだろうなと思ったよね。ほ、うん、んでね、はい、当てがあんのよ。あ、ベーシストの。ベーシストの。当てがあるの。あるんですか。うん、ただね、はい、寝てんだよね。寝てる。眠ってんの。ああ、うん。眠ってる。しかも外国で。外国で寝てるとな。外国人ですか。外国人。ついに。ついに我々の外国人のメンバーが。ちなみに行き先はどちらへ。本当ね。エジプト。大合コン一緒にお願いします。じゃあね、うん、行こう。はい、えいえい、おというわけで博士、はい、茨城空港へ到着いたしましたけども、うん、じゃあね、お土産を買おう。お土産新メンバーのために。そうそうそう、なるほど。新メンバーと、はい、偉い人に、偉い人も 何か会う予定とか今からあったりするんですか？エジプトの村長さん。エジプトという国の、そう、国の村長ですね。村に、村のエジプト村の村長。じゃあ我々がよく知ってるあのエジプトではないんですか、もしかして。ちょっと違う。ああ、なるほど。そういうこと。そこに行くから、はい、一応茨城名物。じゃあ納豆関係ですかね。うまい棒の納豆味、うん、手荷物で大事に大事に、あ、こうやって持ってくる。卵を温めるように。それ鳥だから分かるけど。鳥だけにも。というわけで博士、じゃあそろそろお時間でございます。よし、じゃあチェックインしよう。機内へ、はい、チェックインして搭乗しましょう。はい、よろしくお願いします。飛行機に乗るぞー。イエーイ。博士、うん、飛行機には無事に乗ることはできましたか？今日揺れるね。ずいぶん揺れますね、これは。これは何ですか？波が激しいね。何キリですかね。うん、そうね、うん、エコノミーですよね、これ。そうそうそう、もうぎゅうぎゅうだから。確かに。ちょっともう肘当てを、これ俺のだから。よくでも真ん中一番損ですね、ここ。そうそうそう。博士、うん、フィッシュ&ビーフオアビーフ聞かれましたが、ビーフオアチキンじゃない。ビーフオアチキンでした。博士、これは一体どう答えるのが大人のマナーとして正解なのでしょうか？あ、まあね、そう、日本人だからね。はい、うん、寿司ってことは大丈夫。一体我々はどんなエジプトへ向かっているというのか。エジプトのエジプト村に行くから。なるほど。楽しみですね。楽しみだね。ヘルダンプ
個一個って持った人が引っ張ってるから。それが村長ですか。そう、村長。あ、村長、うん、あ、そのうまい棒をそのためにね、そうそう、ではこの揺れにも負けず頑張ってあと45分耐え抜きましょう。はい、頑張るぞ。あいやさっき、はい、村長さんか、はい、いい人でよかったね。いや確かに、うん、最初はなんかピストルとか持ってたからな殺されるかと思ったの。確かに命の危機を感じました。うん、話したらいい人だったね。地図書いてくれたから。なるほど、うん、で博士、我々今どこへ向かっているんでしょうか。なんかね、尖った建物があるから。尖った建物、はい、うん、それはもしかしてあの よくあの石の石があれして石であのあのね、四角錐で四角錐が、習いました。円錐じゃなくて四角錐。あ、下が四角で、そう、こう。あ、ほ本当あるんですか。そういう名前なんだよ。あ、そうなんだ。それが、ね、四角錐でできてたピラミッド。あ、あれじゃない。ピラミッドって言っちゃって。あれ、あの、あ、四角錐。ピラミッド。あ、ピラミッド。いわゆるピラミッドですね。そうそう、なんか。ちなみにあの、動画を見てる人、多分我々は今なぜピラミッドに来てるのか忘れてると思うんだよね、もう。飛行機乗ったりさ。あ、ちょっとじゃあ今一度説明しておきましょう。我々がなぜ今ここまでエジプトまで来たのか。だからヘルダンプの、はい、新しいベーシストが、はい、寝てんのを、はい、目覚めさせに。そう、あ、そのベーシストがここピラミッドで眠ると。ピラミッドに眠ってる。ピラミッドで眠ると。それを目覚めさせると。つまり、はい、このピラミッドに入ることによってインベーダーのブラインが抜けた穴を埋められる新メンバーが入ってくるという、ね。ああ、ここに。いや、ありがたいですね。うん、ありがたいですね、うん。というわけで、じゃあ早速、博士。お、行こう。ピーポーン。そんなシステム。そういうシステム。あれ、何教授だっけ。吉村作治さん。吉村作治さんとか博士お知り合いですか。うん、全然知らない。いないか、ピーポーン。博士、このピラミッドは多分そういうシステムじゃないと思います。違う、はい、なんか呪文的なやつ。呪文的な、開けゴマ的なもので入るんだ。あ、じゃあ言って。開けゴマ。開かなくて。アメちゃん、はい、なんか、どうやったら。ファラオさん、こんにちは。はい、あ、いません。山だけあいた。開きましたね。開いた。じゃあ行こう。ピラミッドで眠る新メンバーを呼び起こしに。よし、レッツゴー。博士、これはなかなか内部は深いですね。豪華だね。一体どこにおるというのか、うん、あれ、ちょっと、え、あれ、あー、あそこなんかあるよ。あ、もしや、あそこ行ってみよう。博士、サタンよ。これはもしや、アメちゃんよ。あ、マスクド、見ろよ。マスクド59ではないですか。この間あったべよ。あった。この間会いましたね。あったべ。お誕生会にいたよね。いましたね。このエジプトの人だったんですか。クイズアメーバイザーで。一体誰だったのか。そう、髪伸びてるけどよ。一体そう、この間角刈りでしたもんね。そうだね。一体誰だったのか気になってたところではありましたが、ね、まさかこのマスクド59が新メンバーなのですか。そうなのよ。なんてこったい。ちょっと鈴木くん。はい。これどうやって起こすんですか。外してごらん。あの、いいですか。いいよ。ではちょっと失礼して。失礼しますよ。失礼しますよ。アメちゃん、見覚えがある。見覚えがある顔が出てきた。あるよ。まさか博士、これが
し、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 白いパトロンじゃない。皆様、新しくヘルダンプのベーシストです。インベーダーと、あの、前正式ベーシストのオーディションを戦った、あの、伝説のタイに渡米したヒロミパトラさんじゃないですか。あのね、はい、彼女ずっと眠ってるからあれ以来クイズは参加してくれた。クイズ以来眠ってるから。あ、なるほど。クイズの時はマスクド59だから、もう彼女の自我はないんだよ。だからこいつに乗っ取られてたんだよ。そうだ、ね、これをね、パトラさん、どうやって起こすか知ってる？わかんないです、起きないですね。揺すってみ、ちょっと。パトラさん、朝だよ。起きないのよ、これ。起きないですね。これね、どうするこれ。これ、ほんと、ごめん。え？博士のキスでしか目覚めないの。それは、お前欲望を満たすためにそういうこと言ってるわけじゃなくて、そういう方法じゃないと無理なんですか？そうなの。そんなことは今時あります？唇が前に出てきてる。今時あります？そんなこと。あんの。このご時世にね、ねそんなキスじゃないと目覚めない。童話みたいな。ディズニーの映画ぐらいですよ、そんなこと言ってるの。博士が、これ仕事だから。別にしたいわけじゃない、うん、したくてするわけじゃないからね。仕事だから。仕事だから。そもそもヒロミパトラさんがメンバーになってくれるんですか？そうそうそう。我々はじゃあ今キスをこの目の前でする光景を見てていいんですか？ちょっと興奮しますね。興奮しないですか？仕事だから。とて、いつの日か鳥人間になってしまった博士とヒロミパトラがキスを今から目の前で繰り広げるこの光景を。ノリノリでエジプト来たわけです。我々はどういう心持ちで見てたらいいんですか？あくまで僕仕事でキスするわけですから。なるほど。僕パトラさん、キスされちゃう。起きた方がいいよ。うん、じゃあ起きませんね。じゃあ博士、この優しいキスを見るよ、はい、優しくよろしくお願いします。あー、すげえ。あ、動いた。2回行ったみたい。パトラ、あ、あ、パトラさん。あ、ヒロミパトラが起きたぞ。起きた、起きた。パトラさん、久しぶりだね。誰？あれ？誰？ギャッ。パトラさん、お久しぶりです。おはようございます。どうす。博士からいろいろ話を聞いてね、ここエジプトまでやってきたわけだけど、なんかヒロミパトラさんメンバーになってくれるらしいじゃん。ね、誰？え？誰？オーディションしたでしょうよ。サタン鈴木ですよ。総帥だよ。総帥。ああ。アメちゃん。ああ。司会司会のヘル博士。ちょっと前回のオーディションの時とは風貌変わっちゃったけど。うん、ヘル博士。だいぶ変わったわ、ね。だいぶ変わっちゃったけど。というわけで新メンバー。ヒロミパトラさん、ベース弾いてくれるっていう話を。やだ。え？やだ。え？やだ。え？何言え？嫌です。え？博士、どういうことですか？嫌なの。話が怒ってますけど。すごい反抗期ですかね。森田君来てないから。森田君来てないから。嫌なの。森田がなんでいないのかって話じゃない、まず。まあ確かに。3人で来るべきでしょ。まあ確かに、ちゃんと全員揃って挨拶するし。しかも私、一回落とされてるわけさ。いやまあでも、あれはちょっと落としたわけではなくて。あなたたちはすでに辞めたインベーダー野村さんを選んだわけじゃない。いやでもそういうわけじゃないですよ。あれはちょっと 手違いっていうか、住所の書き間違いっていうか。あれはね、はい、でもそうだったとしても、ヘル博士も選ぼうとしてたじゃない。いやでもあれはでも手書きの紙だったら多分偽物ですから。ってことはどんなに頑張ったところで私3番目じゃない。一番はねヘル博士だったんですよ。そうですよ。でもあれはヘル博士に来た手紙は手書きだったんで、あれ嘘です。途中で嘘だし、インベーダーは選んでもいねえのにマスクを外して実はインベーダーでしたっつってまた僕を入れてください。あれ無理やり言ってきたことなんで我々関係ないんですよ。だから我々が本当に選んでたヒロミパトラさんあなたなんですよ。本当は俺たちインベーダーに金もらってたから
いやでも1000円もらってた。だって残ってるのはさ、もうポセイドンとさ、うん、しかもあもうさあのさなんかパッパラパーのさ、なんだっけ田中？フェアリー田中君。田中とさ、うん、私のわけさ、うん、もう消去法じゃんそれって。あ、森田高菜そう、あ、まあ消去法、消去法じゃない。今日そうよ、だから結局私のところに来たのは消去法じゃない。別に私じゃなくていいじゃん。いや私はふてこよ。やっぱふてこなの。やっぱ今このご時世、やっぱこのヘビーメタル界もやっぱり女性メンバーがいるバンドが多いんで、だからメタルも別に聴かないのよ。ダンプのベース弾いてくれたらもうそれでメタル聴かなくても全然いい。最高です。なんかじゃあなんかこうちょうだいよ。ヘルダンプに入るといいメリット、入るといいこと。まずはエジプトでこう一人で寝てるよりは男性にたくさん出会えますし、性的欲望を解消する機会がね多くなると思う。素敵な男性いっぱいいますからね、我々。なるほどね。素敵なサムシングなの、機会が多く。あと、やっぱり我々ロックバンドは各地ツアーに行くわけですから、うんうん、この各地で美味しいものを今度食欲も満たせる、うんはいうん、でツアーに行くことによって、うん、宿に泊まるじゃないですか、うん、そうすると睡眠欲まで満たせますよ、ね、これエジプトで寝てるよりはふかふかのビジネスホテルのベッドで寝た方がいいでしょ、うん、そんなない。どうすんの。いいシャンプーがいっぱい。それ DHC のシャンプーでしょ、あなたが好きなね。どう、心動かない。もうそろそろいいよ、ね、そろそろさ、ちょっといじけるのやめてさ、一緒にバンドやらないよ。人気出るよ、絶対人気出る。あのね、花が欲しいんだよ。花、そうそう、花が欲しい。もう花といえばヒロミパトラしかねえかなっていう、うん、そうそう、もう真っ先に思いつきましたね、うん、まあ我々は博士に言われてついてきただけだけど。博士は最初からヒロミが良かったんだけど、インベーダーが金を持ってきたから。そうですね、金に釣られたんだよ。1000円でしたっけ、うん、あの当時そう、博士もちょっと仕事なくて。でも今気になったのは、はい、あの博士が急に私のことをヒロミって呼び始めて、なんか性的な目で見てる感じがすごいする。キスしてた。一回口づけをしてしまったから。性的な目で見てる感じがすごいする。俺の女とか思ってないから。あ、本当に俺の女とか思ってないし。絶対思ってますね。バンド内恋愛は禁止だから。そうね、確かに。そんなちょっと考えてみようかな、うん、どんな感じなんだろう。じゃあちょっとね、うん、ちょっとちょっと考えてみる。いい方向に考えてみる。ちょっとじゃあまた返事はまた後日聞きに来ますんで、ちょっと考えてみるわ。分かったわ。じゃあちょっとエジプト観光行ってこようか。はい、うん、レッツエジプト観光、うん、行くぞー。イエーイ。スフィンクスみてえな。エジプト、そうよね、確かに。ここで寝ててもね、確かに暇っちゃ暇よね。ツアーに行ったらね、久しぶりにベースも弾けるよね。ベースも弾けるね。うん。美味しいものも食べれる。で、美味しい男にも出会える。もあるかな、こうね。しかもさ、よくよく考えてみたらさ、私もともとアイドルになりたかったのよ。そうだよ。ヘルダンプだったらアイドルになれるかもしれないじゃん。え、しかもそのモーニング娘。の藤本美貴ちゃんとか一回オーディション落ちてさ、なんかさ、その後に加入したりとかもしてるから、その感じってことも、私ミキティってこと、私ミキティ、ちょっとやるべきなんじゃないのこれね。これやった方がいいんじゃないのね。ね、もしかしてやった方がいいんじゃないのね。ちょっとね、ちょっと、早速言いに行かなきゃ、ね、ちょっと言いに行ってくるわ、ちょっと言いに行ってくる。やるわ。わあ、やったー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 、やったね、やったー。じゃあこれから早速みんなでバンド演奏をして絆を深めるんじゃ。よー、待ってましたー。
新メンバーのヒロミパトラです。好きな果物はストロベリー、そして好きな道路標識は一方通行です。皆さんたくさん私のこと愛してください。アルビース。